見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。距離を取った。でも彼の考えは読めてるから、もう少し我慢して。マダンから純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから、君がちゃんと見極めてね。固まった風球を砕くと加速の輪を作れるんだ。これほどの数のマダンの中で少し難しいのはわかるけど、これしか方法がないことを分かってくれ。
これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。よいしょ。はあ。たっ、うっ、はっ、はっ、た、ここだよ。こっ、うっ、はあ、た、はあ、チャンスだ。狙いは首の汚れた血の塊だよ。必殺技、終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく封域を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけてね。ビリビリさせないとね。逃がさないわよ。それ。それ。しびれなさい。首の汚れた血の塊だよ。この瞬間、お前は永遠を手にする。これ、こいつはどうだ。本当にせっかちだな。実はどうだ。チャンスだ。狙いは首の汚れた血の塊だよ。
一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろ。これは風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流災はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ヒヒこいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。ううん、今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。おかしいんだよね、ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃあもしトワリンを助けてなかったらそのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。あー、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やった、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。